下田選手、お疲れ様ですって全然言ってますけれど、最後にですね、目標、メッセージお願いいたします。まあ、10月の日本選手権は、まあ初取るということで、まあ、今後の世界に協力したい、日本人でもヘビー級でね、受ける人間が出てきてもおかしくないと思うので、ありがとうございました。それでは下田選手、もう一度拍手をお願いします。